SCP-1036-1。アイテム番号 SCP-1036。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1036 はそれぞれ施錠された鉄製の容器に収容し、湿度を低い状態にしてください。これは、収容容器と SCP-1036 に打ち込まれた釘の酸化を抑制するためです。常時、SCP-1036 の取り扱いは慎重に行い、SCP-1036 から釘を脱落する危険性を最小限のものにしてください。何があっても SCP-1036 から釘が脱落するようなことがあってはなりません。SCP-1036 の検査の際に釘が脱落する可能性があることが判明した場合、文書 1036-3PBR にある修復手続きを参照してください。一定間隔、この時期はサイト、6の職員のンガンガ、シャーマン、が天文観測に基づいて割り出します、に。ンガンガは SCP-1036 の全実体に 8g 以上の質量の釘を少なくとも1本は打ち込んでください。いかなる理由でも、ンガンガ以外の職員が SCP-1036 の存在する場所に行く必要がある場合、ンガンガが最初に SCP-1036 の目やその他の光を反射しうる部分を絶縁テープやその他の不透明な被覆物で覆うことが推奨されています。説明に西中央アフリカのコンゴ文化で制作された呪物と一致する木製の小立像を集合的に SCP-1036 と指定します。財団は現在、4体の SCP-1036 を収容しており、SCP-1036-1SCP-1036-5SCP-1036-6SCP-1036-7 として指定しています。SCP-1036 は人間の形をしており、動物の形をしているものもあります。典型的には威嚇的な姿勢をとった形状をしています。SCP-1036 はアフリカの熱帯林の剣木で構成されており、アフリカ白檀の粉末や樹脂、ウラジロラフィアの葉などの植物繊維などの素材で装飾されています。SCP-1036 には磨かれた銀などの、光を反射する金属で作られた部品、典型的には目や腹部に存在します、があり、この部品は木に由来するゴムで固定されています。SCP-1036 には、地方の埋葬地のものと一致する土が微量に含まれています。また、SCP-1036 には多数の鉄製の釘が木製部分に打ち込まれています。SCP-1036 は触れてみるとわずかに暖かいです。解析により、SCP-1036 の表面温度は通常、収容室内の温度よりも4から8度 C ほど高いことが判明しています。しかし、観察記録 1036-986-B233 によれば、イベント、空島、1、イベント空島、1、の直前には、SCP-1036-3 の表面温度は観察が中断される4秒以内に少なくとも90度 C 変化したようです。SCP-1036 は、とある感覚を持つ霊的な実体と関係があります。この霊的な実体は、SCP-1036 が財団に認知されるより前に、今後の伝統的なシャーマニズム的な儀式によって個々の SCP-1036 に拘束されています。財団の管理下にある SCP-1036 は1870年代半ば以降に作成されたものです。霊的実体の拘束のしきたりの実行を含みます。SCP-1036 をそのままの状態に維持する限り、その霊的な実体はンガンガと意思疎通を図る、または SCP-1036 と目が合った生物に影響を及ぼす以外の力を自由に行使することができません。SCP-1036 は拘束された霊的実体の力を様々な有用な目的のために使用するために土着のンガンガによって作成されましたが、この儀式を行うためのしきたりに関する知識は喪失しています。そのため、財団は SCP-1036 に対しては収容に努力を集中しています。ホイチ。SCP-1036-6-5。インタビュー記録 A から抜粋された音声記録1900年、月、日。モリソン博士こちらモリソン。A、私は今、チャンバー6、SSD の外で、ジンガ氏と一緒に、
観察窓を通じてその部屋の内部を観察しています。神田さん、すみませんが記録のため、我々が実験で行っていることの説明をしてくれませんか。神田わかりました。私はフランソワ、神田です。サイト、6で働いているんガンガです。今朝、私はチャンバー6、SSD に入って、この部屋に保管している SCP-1036-6 に拘束された実態とインタビューをするつもりです。モリソン博士ありがとうございます。今から行おうとしていることについて説明してください。ジンガ、記録失敗。モリソン博士フランソワ、すみませんけど、マイクに。ジンガ了解。まず最初に、を使います。これは、いわゆる、蒸留酒、ですね。これが私の精神を開け放つのを助けるわけです。催眠のようなものです。私はイワ、IWA、つまりは魂を受け入れます。こうすることで安全にその実態と対話ができるのです。その後、SCP-1036-6 を収容する容器を開けます。モリソン博士これは、あなたの身に危険はないのですよね。ジンガ、長い沈黙、大丈夫です。モリソン博士では始めてください。約11分のち、モリソン博士ジンガさん、準備はいいですか？不明瞭な声が約2分間が続く。ジンガはい、博士。準備の間に応答することができず、申し訳ありません。今準備ができました。不明瞭な声、今、金庫から SCP-1036-6 を取り出しています。騎士、と話をするために SCP-1036-6 の目を見ようとしているところです。これは、軽度の苦痛のうめき声。この後対話が続く。明示した部分を除き、今後語から翻訳したものである。私はフランソワ、ジンガのシャーマンだ。お前は誰だ？俺はフーラ族、フラ、のクムペンバ、クムペムバ、だ。このクズめ。俺を出せ。さもないとお前を。礼儀正しく話せ。どうしてお前はこの中に閉じ込められているんだ。Y 語、直訳すると、ヤギと成功する者、の妖術師が俺を鉄で閉じ込めたんだ。俺を出したら誓う、俺は。もう一度言う、礼儀正しく物を言え。な2年前にお前は閉じ込められたんだ。326年前だ、この、Y 語、直訳すると、ヤマインダ男性器、の人間め。どのような目的でお前は閉じ込められたんだ。俺を閉じ込めた妖術師は俺の力をウロンゴ、おおよそ、薬、という意味、を作るのと、一族を災難から守るために俺を捕まえた。奴とその後継ぎはほとんどいつも俺をこき使ってきた。別の妖術師が俺を呪術に使うこともあったし、俺に奴の一族の妖気を犯した人間を破滅させたこともあった。まあ面白くもあったが、その時も囚われの身だったわけだ。ここはどこなんだ？森の匂いがしないぞ。私の前にあるこの物体は保安施設に移されたんだ。どうやったらお前の力を使ってウロンゴを作ることができるんだ？どうして俺がそんなことをするんだ？この、Y 語、直訳すると、カバのクソを食べるもの、目が。お前なんかが俺にやり方を教えるように命令できるってか。Y 語、直訳すると、ヒルを自分の肛門につけなさい。このムキもお前の、翻訳不能な Y 語。俺をここから出せ。ガラスの壁の後ろにいるのは誰だ？気にするな。私が話しかけた時にだけ応答すればいいんだ。お前はいつ？むせび声。モリソン博士ジンガ、大丈夫か？ジンガ私は、待て、見るな。モリソン博士フランソは、今すぐ出してやるぞ。ビル、部屋を解放するんだ。エージェント、ロペスジンガさんは前にそうするなと。モリソン博士きっと彼は舌が喉に詰まっているんだ。彼は手当てが必要なんだ。フランソは。ジンガ、今後語で、見るな。扉を開ける音と不明瞭な声。映像記録には、モリソン博士はジンガ氏に対してトリアージを試みている最中に SCP-1036-6 と目を合わせ、その後、勢いよく SCP-1036-6 によろめきかかり、釘の一本を引き抜こうとするも、エージェント、ロペスに鎮圧される様子が記録されている。ジンガ氏は回復すると観察室を退出している。ジンガ氏は SCP-1036-6 内の霊的実態に対する SCP-1036-6
1036-6 の拘束に損傷はないと報告しているが、モリソン博士の鎮静状態を保つことを推奨している。ほいに。SCP-1036-2-3 および4、財団に回収される前2902年に撮影された記録写真。1900年月日のインタビュー記録、イベント、から島、1。トルアルドス・ドッテル博士記録開始。エージェント、D、あなたから SCP-1036-2-3 および4の喪失についての報告を受けたいと思います。我々はこの出来事をイベント、から島、1と指定しています。D 喪失、クソ。我々は南東島で何もかも失ったのか。何人助かったんですか。トルアルドス・ドッテル博士3人です。あなたを含めてね。でも、あなただけなんです。その、話が聞けそうなのは。記録のためにあなたからことの詳細を聞く必要があるのです。D 了解。そうですね。D クラス職員が SCP-1036-3 の入っている箱の点検役を交代したんです。トルアルドス・ドッテル博士 D-4933 ですか。D そうです。通常の維持規約では当局の祈祷師が最初に光る部分にカバーをつけて、その後に点検をすることになっていました。本来はピエール、コンムが担当する予定だったと思うんですけど、娘さんが産気づいたということで不在だったんです。それで、テリーの判断で D-4933 を目隠しして収容室に送り込むことにしたんです。トルアルドス・ドッテル博士 SCP-1036-3 内の実態による影響に対する対抗策ということですか。DA、そうです。以前にも同じことをしたのです。ジーン、バンバ、そう、彼が仕事を辞めた時と、ピエールが参入した時の間にです。トルアルドス・ドッテル博士その後何が起こったのでしょうか。D 前に言った通り、D-4933 は目隠しをしていました。それで、彼は温度計を探すために箱の内部を手で探っていたのですが、その時に彼はあの肖像にぶつかったか何かしたに違いありません。それで釘が抜け落ちてしまったのです。その後、D-4833 はのたうち回り始めました。彼は自分が火か何かに巻かれているかのように叫び声を上げながら腕を振り回して、そのせいで SCP-1036-2 と SCP-1036-4 の箱を押し倒してしまったんです。それで、私はすぐに収容室の扉を外部から封鎖して、観察窓のブラインドを閉じるためのボタンを押しました。トルアルドス・ドッテル博士何かが収容室から出てきたのでしょうか。いいえ、扉は封鎖していましたから。ただ、エージェント、クノールが私の隣にいたのですが、彼が自分の頭を観察窓にぶつけ始めたんです。何度も何度も。窓ガラスと血がそこら自由に飛び散るまで。その後、ディピアノ博士が事務所の端下の方にいたのですが、発作のようなものを起こして、それで自分の指を食いちぎり始めて。トルアルドス・ドッテル博士あなたが管理局に退却したのはその時でしょうか。いいえ、確かそうだったと思います。南廊下を通ってチェックポイント C に行ってブラストドアを閉鎖しようとしました。そこにはエージェント、マイフロフスキーがいました。彼は、自分の目とお腹にハサミを突き刺していました。彼は、金時、というようなことを叫んでいました。私は誰かが自傷行為をするのを防ぐためにスプリンクラーと全身麻酔呼吸装置を起動しようとしました。数分後に私は気を失ったので起動には成功したのだと思います。トルアルドス・ドッテル博士記録によれば、装置は18時37分20秒にオンラインになったようです。いや、苦痛のうめき声。ピートは助かったのでしょうか。トルアルドス・ドッテル博士ピート、ですね。髪をめくる。残念ですが、エージェント、フォイの遺体は車庫で発見されています。死因は、ガソリンを2リットルほど飲んだことが原因のようです。ところで、あなたは意識を取り戻した後に何をしたのでしょうか。D 私は意識を取り戻した後、肩の傷に包帯を巻きました。誰かが私の肩にかじりついたみたいです。その後、私は SCP-1036 の収容室に戻りました。あの像は粉々になっていました。D-4933 は自分の体にたくさんの釘を打ち付けていたみたいです。博士、像の中にいたあいつらは、皆に、あんなことをさせたあいつらは、まだここにいるのでしょうか。
トルアルドス・ドッテル博士そうですね。うん、その兆候はありませんね。機動部隊ミュー、13に確認してもらいましたが、異常なしとのことです。